モンゴル系民族ドンシャン族ドンシャン族、またはドンシャン族は中華人民共和国に居住するモンゴル系民族、中国政府によって認定された55個の少数民族の一つ、サルタと自称している。イスラム教を信仰し、2000年の人口調査で人口が513,805人。ドンシャン族の大半は、甘粛省の林末、海賊自治州及びその周辺。 一部が、新疆ウイグル自治区、青海省及び、ネー化海賊自治区に居住している。ドンシャン族はもともと、モンゴル系民族の一種で、中央アジアのトゥルク系民族との接触の中で13世紀に、スンニーハイスラムに改宗したことによって、独自のアイデンティティが出来上がったと推測されている。その他に、ドンシャン族は、チンギスハーンが、 川州一帯に駐屯させたモンゴル兵の子孫、または、モンゴル族、漢族、チベット族などの混交の結果に形成された民族、などの推測もある。ドンシャン族の服装は街によって異なっていて、男は大抵褐色を帯びた黒色の服、女はイスラムの伝統的なドレスを着用している。ドンシャン族は主に農業に従事しており、ジャガイモ、トウモロコシや小麦を、 主に栽培している。また工芸にも優れており、伝統的な絨毯を成功に編む。ドンシャン族はモンゴル語群に属するドンシャン語を話す。ドンシャン語は固有の文字を持たないため知識の伝承は、区伝、またはアラビア文字に頼っていた。中国政府の調査によれば、ドンシャン族の識字率は中国の少数民族の中でも最低で、ドンシャン族が学校で学んだ。 時間の平均は一年ほどしかない。ありがとうございます。